まるでアメリカンフットボールのようなフェイスガードのついたヘルメット。その姿に球場のファンは驚いた。開幕から飛ばしに飛ばす。試合で24本のホームラン、打率も3割7分8厘のハイアベレージ。このままいけば全ての打撃記録を塗り替えてしまうかと思われた。チームの初優勝も夢ではない。アクシデントはその矢先に起こった。ロッテの八木沢の速球がマニエルの顎を直撃。顎の骨がこのままに砕けるという重傷だった。しかし2ヶ月後、助っ人は戻ってきた。無視満塁、マニエルは代打で登場。再び同じところに当たったらもう終わり。マニエルだけに認められた特別のヘルメットをつけての復帰だった。初球を叩いて2点タイムリー。マニエルの打撃は健在だった。マニエルのガッツあふれる見事なカムバックにチームのムードも奮い立った。西本監督を俺の手で胴上げする。近鉄初優勝に向けてマニエルの心意気は後半戦のバッティングに乗り移る。その時がやってきた。近鉄初のリーグ優勝、球団創立30年目の快挙だった。マニエルは約束通りその手で西本を歓喜の空へと放り投げた。鬼監督と赤鬼助っ人、強い絆が成し遂げた至福の瞬間だった。近鉄は念願の初優勝を果たした。井本が会長に飛ばし、普段 DH のマニエルも懸命に守る。